ワオマングースゴリリアエリゴンスオーヒロスジマングースガリディクテスグランディドジェリーマダガスカルマングース科はマダガスカル固有の7属9種からなる食肉目のトガ代表的な種にホッサクリプトプロクタフェロックスワオマングースゴリリアエリゴンスなどがある従来の形態学的分類では邪ネコ科にホッサー科 クリプトプロクティニーホッサが、コバマングースアカユプレリニーにマダガスカルジャコネコ及び、コバマングースが分類され、ワオーマングースなど4族6種は、マングースカ、ワオーマングースアカ、カリデイニーに分類されてきた。最近の分子系統学の研究では、マダガスカルに現存する8種の食肉目は2400万年前から1800万年、前の間に漂流物に乗って、 アフリカ本土からトライしてきたマングースカの祖先から進化したことが示された。このことはマダガスカルの食肉目はアフリカ本土のマングースカと密接な関係を持つ単一の系統群であることを意味する。このトガのうちホッサとマダガスカルジャコネコが最も古い種と考えられている。生息環境の破壊や外来種との生存競争によっていくつかの種は 気球種や純絶滅器具と評価されている。歴史的に見て、マダガスカルに生息する食肉目の分類は議論の多い問題であったが、分子系統学の研究からはこれらが単系統群であることが示され、マダガスカルマングースカとして認められた。またハイエナを含むハイエナ科ヒャイニダイは、マダガスカルマングースカ及びマングースカの姉妹カとして、ジャコネコ科やネコ科と共に、 猫モ目の回に分類された。マングースカとマダガスカルマングースカの間の分岐は全身世にまで遡ることができる。その頃の猫モ目の種は互いに多くの類似点を持っていたが、特に猫類とマングース類の間には共通点が多かった。猫状化イーラロイディアに分類される全滅種。 マラエオプリオノドンペイリオプライナドンは、死神魚の後期あるいは前神魚初期のヨーロッパとアジアの地層から化石が発見されているが、現代のホッサに似た外観を持っている。一方、絶滅した猫類の一種である、プロアイルルスプロイローデズは、今日の蛇行猫類によく似た特徴を持つ。化石記録では、このような類似点が見られたものの、現代のマダガスカルマングースカの海分類である。 コバマングースアカとワオーマングースアカには形態上明らかな違いがあり、コバマングースアカはウネコ類とワオマングースアカはマングース類との間に類似点がある。コバマングースアカの耳骨法はジャコウネコに似るが、ワオーマングース類はマングース科に似た、自能を持つ。こうした特徴から、1996年、ロバート・エム・ハンター・ジュニアはマダガスカルへの食肉目の トライは二度あり、一度目は、邪行猫類、二度目は、マングース類であったとした。これに対し、2003年のアイオーダーらによる遺伝子研究からは、原始的なマングース類のトライが一度あり、その後すぐに適応を放散して多様化したことが示された。このマダガスカルマングースカの共通祖先は、前身予行期から、中心予初期にアフリカから、 おそらくは漂流物に乗って渡来したとされるが、他方フィリップ・ゴー・ベールとジェラル・リン・ベロンは分岐の年代を1940万年前と見積もっている。和名表記は一部を除き日本哺乳類学会、世界哺乳類標準和名目録による。アフリカ大陸東部沿岸のマダガスカル島。マダガスカルマングースカの肉食獣は、アフリカ大陸東部沿岸にあるマダガスカル島の固有種である。 在来種としては、唯一の食肉目であったが、人が住むようになってからは家猫、犬のほか小蛇子猫なども移入した。主に森林地帯に住むが、マダガスカル東部の熱帯雨林、西部の落葉樹林及び南西部の寒性有志林など、森林の種類によって生息する種が異なる。ただし、ホッサとワオマングースの一部個体は、 森林の種類に関係なく生息し餌を求めて種類の違う森林を行き来することもある。種の密度は東部の熱帯雨林地帯で多く、多い場所では五種が同所に生息する。一方、西部及び南西部は種の密度は低いが個体数の密度はむしろ高いと言えるかもしれない。マダガスカル最大の肉食獣フォッサマダガスカルの肉食哺乳類と その他の地域の肉食哺乳類とを明確に区分する、形態学的特徴はない。むしろ修練進化の結果各種がそれぞれ猫、コ行猫、マングースなどに似た形態を持つようになった。このことは、形態からの分類が容易ではない理由の一つでもある。マダガスカルマングース化最大の種はフォッサで、大きなものでは体長80センチメートル。 体重1 2ラムにもなるが、サラのマングースなど小型のものでは、体長2 6トル、体重5 0 0ムほどしかない。死ゆで体毛の色に、さえはないが、いくつかの種では、オスの方が大きい。体型は、外して細長く、死は短い。ホッサのように爪を自由に出し入れできる種もある。体毛は短く密集して茶色、または灰色であるが、 種に様々な色調を持ち反転や縞模様を持つものもある。尾は、胴よりやや短くふさふさしていて、ワオーマングースを除いては単色である。頭部は胴体に比べて小さく、口先が尖っており、ホッサの頭部は猫かに似て、顔の面積は小さい。肉食哺乳類の特徴である剣歯は、ホッサを除いてはあまり目立たない。特にコバマングースでは、 葉の形状が昆虫食に適した形になっている。ありがとうございます。